にちはドラム席。今回は閻魔天回避初見やっていきます。でエレメントエリア入って属性効果アップみたいだね。なので結構めんどくさい感がある。ここ行って、おほんなんかマッチした、とで、一応まあ実際にこの使ってみたとか、閻魔天回、ニラカナとかで使ってみた動画、後日撮るんですけど、これどうなんだろうね。副友情いいやつ、スパークバレット結構いいやつあると思うんですけども、それ当たったらなんかニラカナで使いやすいとかってあるのかな。でなんかやっぱめんどくさいよね、やっぱ普通のあの閻魔天、あとは閻魔天回もそうだし、こう行って、はい、でアンチ減速壁と、アンチウィンド、これ結構めんどくさい、やっぱこうキャラが少なめだからアンチウィンド、一応キャラはウンディーネとこのヤタガラス連れてきてんだけど、感染斬りとかは来ないのかな。感染斬り来たら結構終わる感じなんだけど、そう、はい、うわダメージ入んねー、なんかアポカリプスみたいな感じだね。なんかアポカリプスも属性効果アップ、エレメント A に入ってダメージを、ダメージオールじゃない、まあエレメント入れに入って属性効果アップだから、まあなんか結構なんか似た感じして、なんか嫌だわ、なんかこんな感じ。うわーうわー、そうなっちゃうか。とこう言って、で結構なんか やっぱあれだね、エレメントエリアに入んないとやっぱまともなダメージ通らないっていう、やっぱ吹き飛ばしくるんだ。こう言って、でまず今日初見だから、初見でどこまでいけるかだよね。でこれで、これは横かな、横で逆転をカンカンして、これもしかしてドクロ倒さないとハート出てこないっていうやつか。したらこれでハートが湧いて、これでそろそろこれ回復したい、横で一気にこれ回復して、うわ回復量少ねえ、回復量が少ない、これでダメージえぐすぎ、これで回復しつつ使って、これでいけるっしょ、これで友情使ってこういって、これでこうヤタガラスに遊撃特エルと同族回帰特エルつけてもありかもね。
これウンリーニだからこう行って当たってこれでよしよし、で次のウンディーネがわあそこか、こう行って当たらねえ次のヤタガラスだから、これでとりあえず配置を考えて、で上がヤタガラスだからこう行ってこの魔導士は何をしてくるんだ、即死とかないよね、さすがに即死はないよね、この1が怖いぞ、あ即死並みのね、ダメージだった、さあボスじゃない、そうそう、まだ道中長いな、ちょっと俺これ負けたらボスとかで負けたら戻ってくるルートにします、こう行ってで、はい、これで、はい、でこれで2体倒す、で次のウンディーネで、うわーウンディーネ締め取られちゃったな、これでこれで配置する、ヤタガラスで弱点、うわーこれでこう、調教スパークバレットの方がやっぱあれだね、結構当たりかもね、次の冬こう行って、はい、で次のウンディーネがここにいるからこれでそろそろボスでしょ、雑魚処理優先だね、これドクロ倒してでてきます、これで配置しますと、これで鬼倒します、で魔導士さっきなんか即死級みたいな感じの、ね、稲妻来たから早く倒さないとやられちゃうね、これでで次のヤタガラスで上の魔導士倒したいけど多分これ友情でいけるっしょ、ただ回復もしたいから次のヤタガラス、やべ、これいけるかな、これでこれに行ってこれで、わーこれはこれでヤタガラスの友情を使ってこれで
は結構ダメージえぐいね。これ結構めちゃくちゃさすがパワー型って感じするわ。そう、これ使ってこれ削りきれない気がするから使って、あマジで そのくらいしか削れない。うわこれ、いやこれ削りきれるかな。うわこれは、うわはい戻ってきます。はい戻ってきました。ってなわけで、削りきれず、ウンディーネ2体目ウンディーネから、魅力にしていました。ツイッターで魅力が強いってめっちゃあったんで、魅力にしてみた。でさっきめっちゃグダったのかな、なんだろう、エレメントエリアからめちゃめちゃ外れまくってて、グダりまくって削りきれず死亡してしまったから、まあ多分体力不足なのかな、根気、なんだろう、力不足なんなんだろう。まあキラーでゴリ押しだね。これでドクロを倒して、これ検討して出てきます。こっからだから、でこれがこの体力をあと6ターン以内、5ターン以内に削りきれるかの問題だから、これでこうして、これで、あ強い強い強い、ボンロックダウンしている、ボンロックダウンしているでから、ヤタガラスの友情を入れるとめちゃくちゃ強い。これでとりあえず魅力はあともう仕事終わったから、これで適当にあと友情入れて上に入れて、あ強っ、腹ペコ亡者に食われるようじゃまだまだ修行が足りねえってこった。多分これは、こうだね、こういって、はい、で、これも、こう横下がりで、はい、で、魅力。魅力わー SS 使えない。これはあともここに待機して上がっていく。これは鬼倒したいからで、ヤタガラスはこんな感じで、エレメンタリー入ります。回復します。これもしかしたら実質魅力の方が強いのかもね。回復もあるし、ウィンドないけども回復あるから、あとは火属性キラーも持ってるから、もしかしたら魅力の方が上なのかもしれないね。
これで下の下行ってこれでこう行ってで、あとこれ3体以内に削れ切れる。はい、天に望みで地を知らん。で、1番手のヤタガラス。これで友情2個を拾って、はい。アラペコ猛者に食われるようじゃ、まだまだ修行が足りねえってこった。で、ラスゲ。多分これはこんな感じなんでしょう。こうやって、これ魅力艦隊とかでも多分勝てそうだね。これはここに入れっていうことなんだ。そしたらウンディーネ、ウンディーネはこの真ん中のとこに、ガシャドクロのとこに、わー、ウンディーネじゃない、それでこういって真ん中倒します。で出てきます。で次弥勒だから、これで友情を出して、わー倒せねー倒せねー。こうで次ウンディーネだから、これで、はい。で次の4番手ヤタガラスだから、これやっぱ結果やっぱ魅力の方がやっぱ強いかもね。ダウンブラストをやっぱ刺さると結構体力削る持っていけるから、やっぱダウンブラストって結構便利だね。とこういって、いや使って、これ天に望みで地を知らん、でこれで多分あともう弥勒で終わったかな。これでこういって、やっぱ弥勒、今回も弥勒が活躍したね。